皆様おはようございます。本日は少しだけ食材を購入してきたので、そのご紹介の動画になります。9月10日と11日の2日分です。それでは行ってみよう。10日はドラッグストアでの購入品です。私の愛用ドラッグストアはサンドラッグです。ドラッグストアはポイントがかなりたまるので、行くところは1箇所に絞った方が良さそうですね。ウェルシアも近くにあるので、ウェル活したいなぁと思うのですが、我が家の近くのウェルシアは店舗が小さくて品数が少ないので、今のところあまり行くことがありません。旦那に頼まれたものを買いに行っただけだったのですが、そういうわけにもいかず、いろいろ買ってしまいました。次の日も買い物に行く予定だったのに、やっぱり見ると買ってしまいますね。節約主婦失格です。私は意志が弱いので、買い物にはなるべく行かないべきだなと思いました。翌日11日は産直のお店でお買い物をしてきました。歩いて行けるところに割と大きめな産直のお店があるので、よく利用しています。私はなるべく地元の農家さんを応援したいので、お野菜は特に地産地消したいなと思っています。それにしても野菜が高くてびっくりしますね。ブロッコリーが欲しかったのですが、300円ではなかなか買う気になれませんでした。もうそろそろ露地物は終わりなのか、ナスは安かったです。毎日旦那がサラダを食べるので、サラダの材料を中心に買いに行ったのですが、サニーレタスは高くて買えません。普通のレタスはそこそこ値段も落ちてきてますが、サニーレタスには手が出ませんでした。柔らかくて美味しいんですけどね。一束を3日くらいで食べるので、サラダに1日100円は出せないですね。お肉も少しだけ買い足しました。胸肉万歳です。安くてタンパク質豊富で脂質も少なくて、ダイエット向きだし、食材としては言うことないんですけれども、胸肉を美味しく食べられるレシピってなかなか難しいですね。卵は安かったので買ってしまいました。しばらく卵祭り開催いたします。それでは買ってきた食材の下ごしらえをしていきたいと思います。胸肉は少しでもパサつかないようにしっかりと下処理することが大切です。清酒で臭みを取って塩麹でパサつき防止を企みます。本日はいつもとは少し違うアングルでお送りしてみます。狭くて汚いキッチンで恐縮ではございますが、手元だけのマンネリ感も否めないのでお許しくださいませ。しかしもっとマシな格好すればよかったのに、部屋着って。かろうじてエプロンでカバーしておりますが、足元は裸足となっておりますよ。ちなみにこのエプロン、無印のものなんですが、見た目はカフェっぽくて可愛いんですけど、着脱が本当にめんどくさい大失敗のエプロンです。もし購入を検討されている方がいらしたら、私はおすすめしませんので、あしからず。無印が大好きなムジラーさんたちの動画を最近よく拝見させていただくのですが、このエプロンおすすめしている人誰もいないもんな。このサラダスピナーはかなりの年代ものなんです。かれこれ20年近いんじゃないでしょうか。結構力はいるし、うるさいしで、買い替えを検討したこともありましたが、まだまだ現役。壊れるまで頑張って使っていきましょうかね。ま、私の体なんて45年使っているわけですから。さてさて、9月ももう半ばですね。ようやく涼しくなってきましたが、やってくるのは食欲の秋。気を引き締めて、体も引き締めて、美味しいものを作って食べていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。まったねー。